大江橋は神奈川県横浜市中区の大岡川に架かる国道16号の道路橋である。中区桜木町1丁目と尾上町6丁目とを結ぶ。初代の橋は1870年に開通し、現在の橋は1973年に完成した4代目である。初代の橋は木造橋で1870年4月に着工、同年5月に完成した。橋の名は 当時の県令の大江宅から取られた。1872年に鉄道が開通し、横浜駅が開設されると、駅と横浜の中心部とを結ぶ道として、館内地区の横浜高用地とを結ぶ弁天橋とともに、重要な役割を果たした。1902年に一警間171尺、幅47尺のプラットとラス橋に掛け替えられた。 1905年の横浜電気鉄道開通時には、橋上に軌道を通すことはできず、並行して、市電専用橋が架けられた。大江橋は1921年に再び、架け替え工事が始まるが、急橋のトラスは、中村側に架かる山下橋に転用されている。新しい橋は、中央景観63尺、川景観54尺、全長32軒の3景観。 アーチ橋で幅は約13軒であった。1922年7月1日に落成したが、この時に横浜市電の軌道も大江橋の中央部に移された。1923年の関東大震災では被災したものの落橋は免れ、1928年7月には上部構造を中心とした復旧工事が完了した。 現在の橋は日経館たしげたプレートガーダー橋で、旧凶の交通を残しながら半分ずつ施行され、1973年に完成した。橋長は50.3メートルで、幅は車道16メートル、歩道角4メートルであるが下流より尾上江町川の歩道は8メートルに広がっている。大江橋から南側の桜川橋の間は、地上では京浜東北線。 国道16号、大岡川が、地下では、首都高速神奈川1号横羽線花園橋トンネル、横浜市営地下鉄3号線が交差する、複雑な50立体交差になっている。ありがとうございます。